はい、井上さんに質問です、はい、蹴り合いの中で、はい、オプションが、まあ、ロングキック、ハイパント、カウンターみたいなところがあると思うんですけど、うんうん、その判断基準を、はい、教えてください、どういう時にカウンターして、どういう時はハイパント、どういう時はロングキックなのか。はい、いや、カウンターアタックする基準は、そのカウンターアタックしてこのハーフウェイラインを超えれるかどうか。例えばこれカウンターアタックして10メートルで捕まったら、これは基本的には俺はランの基準ではないっていうふうに考える。なんでそれをハーフウェイなんですか？エリアの考え方として、その自陣を脱出することというのがまず目的、うん、で、まあ、イグジットってこう自陣脱出っていうふうに言われるけど、基本的には敵陣にボールを進める、まあ、これがエリア の, あの基本的な考え方の原則だから、カウンターアタックするときもカウンターアタックしたらいいけど、こう自陣点で捕まったりすると、基本的にはカウンターアタックの考え方失敗っていうふうに考える。なるほど、はい。まあ、あとは時間と点差ですよね。負けてて、うん、もう残り5分切ってるとかやったら、うんうん、ハーフいけなくてもカウンターするでしょうし、うん、そうね。だからまあ基本的な原則的なところの部分で言うとハーフウェイが基準、はい、そう。で、ロングキックとハイパントに関してやけど、ロングキックでは、はい、まあこれも同じだから、要はこう敵陣でブレイクダウンを作りたいから、みんなロングキックの攻防するんだけど、うん、例えば 22m の中であれば基本的にはタッチを蹴る、22出たところ、22から10の間であれば、このエリアっていうのは基本的にはロングキックを考える、うん、で、まあ、50m 飛ぶと仮定すれば、これが到達する地点っていうのは多分22の中に入ったぐらい、うん、でキックの攻防ってなると、おそらくここから出て同じ位置からまた蹴り返す、でここの位置にながら取って蹴り返す、多分この攻防が多く続くことになると思うんやんか。でもこの攻防を続いてもラチがあかんやんかってなったら、次考えるのが、例えば2バックであったりすると、この真ん中を抜くキックを使う、うん、真ん中を抜くキックを使うことによって、バウンドしてる間にチェイスラインが上がることができるから、もうチェイスラインこの辺に来てて慌てて蹴らなくなる。だから今はこの間を抜くキックっていうのが、まあ主流になりつつあって、うん、っていうところがあるかなとは思います。なるほど。じゃあ最後、ハイパント。ハイパントで、まあ、例えばこうこの真ん中抜くキックに対しても対応できて、こうタッチラインではもちろん蹴られへんってなった場合に、このキックの攻防を続けるわけにはいかないから、ダイレクトでキャッチして、これが例えば22内じゃなくて22外で取ったとして、10メートルまでもし上がれたら、10メートルライン付近まで上がれるんであれば、ハイパントを使うことができる。できれば、敵陣の点付近のところにハイパントを上げたいってなってくると、自陣の点ぐらいに位置まで上がれた場合はハイパントを使うことができる、うん、まあ、点ぐらいからやったら思いっきりロングキック切りづらいですもんね、うん、インゴール超えちゃう可能性もあるから、うん、そうで、まあ、もちろんインゴール広いとかは別やけど、うん、超えちゃう可能性があるから、点を基準にハイパントは考える、うん。ロングキック攻防続いてて、相手のチェイス遅いとか蹴り勝って、で要は10メートルまで上がれるってなった場合は、ハイパントでさらに相手陣でボール獲得を狙う。でもしこれが相手に取られたとしても、今度は、敵陣10メートルからの相手のアタックだから、イグジットとしては成功なわけよね。なるほど。自陣は脱出できてる、うん、で相手からしてもこっからはおそらくやってくることと同じように、ハイパントを蹴ってくる可能性がすごく高い、うん、そうですね。じゃあまた今度は10メートル付近でも攻防になる、うん、まあ、要はこうロングキックの攻防って22付近の攻防であって、うん、ハイパントって10メートル付近の攻防、うん、でカウンターアタックに関してはやっぱり敵陣に入れる、要はアタックを仕掛けるエリアっていうのは基本的には敵陣で仕掛ける、うん、だからこれはこうキックの、原則、キックの考え方も同じようなところを当てはめて考えることはできるかなとは思う。なるほど、まあ、あくまでも原則であって、うん、ハイボールの、うん、お互いの強さだったり、うん、ラインアウトの攻防の優位性だったりを考えて、うん、タッチを狙うこともあれば、ハイパントを蹴ることも
その原則に完全に従うわけじゃなくて、うんうんうん、基づいてね、基づいて選択をしていくって感じですよね。よく高校ラグビーとかで、うん、あのハーフウェイと 10m の自陣点の間ぐらいからこう中途半端にポーンって蹴ってクリーンキャッチされることがあるじゃないですか。あのキックとかめっちゃもったいないじゃないですか。あれやったらもうハイパント蹴って敵陣点超えたところでコンテストの方がね、取られたところでそこでブレイクダウンなわけで、相手の蹴る位置って相手がキャッチ、その中途半端なキックでキャッチした位置ぐらいになるわけで、そう、なるほど。まあいわゆるやっぱりこうハイパントって同じスキルやったら 50-50 だから、うん、同じスキルやったら、だから自分たちが上回ってたらそれが 6-4-7-3 になっていくやろうし、やっぱりこうそこでこうチャレンジしに行くっていうのは、まあ、リターンも大きい、崩れた状態からマイボールになるから、まあ、そこはあのスキルを獲得しておく必要あるかなとは思います。なるほどです、ありがとうございます、はい。